まず私が沖縄県出身で、沖縄ともともと海外とか国際関係について興味があったので、いろいろ沖縄と国際関係について調べていって、その中ですごい海外っていうのをイメージした時に、この沖縄と関連づけている中で、昔からこのアジアと沖縄は貿易をしていたりっていう歴史があって、すごい自分はこのアジアがなかったら自分の生まれ育った故郷はなかったんだろうなって感じて、すごいアジアに興味を持って、その中でもベトナムはベトナム戦争っていうのを経験してて、ベトナム戦争の時に沖縄からベトナムに兵士や兵器が飛んでいて、すごいその事実を知ってすごくショックを受けて、もっとベトナムについて知りたいと思ったし、そういう歴史があったからこそ自分が沖縄とベトナムとの平和を築くんだと思ってベトナム旅行を選択しました。一番はベトナム語の習得と英語の習得をはじめ、ベトナムの文化や歴史、沖縄との関連も踏まえて、これから国際社会の一員として生きていく中で、いろんな職業がありますし、自分が国際社会にどう貢献できるかっていうのを4年間で探していきたいなって思っています。SDGs の話の時に、高校の時に一度 SDGs 関連の討論会をしたことがあって、そこでは SDGs の何番が一番自分にとって大事かっていうものを話したんですけど、今日の討論会講義では SDGs 自体がどうなのかっていう批判的思考力を持った子が自分の周りにいて、すごく自分にはない考えだったなっていう考えの子がすごく周りに多かったので、もっと政治的な話とかでもいろんなことについて話していきたいなと思いました。私はせっかくこの大学で英語とベトナム語を習得して、アジアについてエキスパートになった上で卒業して、将来は外務省の在外交換派遣員を経験した後に、外交官として国と国をつないで平和っていうのを世界に、アジアから世界につないで生きる人材になりたいなと思っています。